銀玉ウイハースゲッツ。すげえなこれ、銀玉ウイハースチョコレート俺ゲットしました。なんかこれ声が聞けるっていうかね、なんかねこのねカードの種類が全22種で、スペシャルカードが5種、キャラクターカードが7種で、ストーリーカードが8種で、一番くじカードがこの1種。これ一番くじカードって気になるけど、あと銀玉のスゴロクカードが1種入ってて、なんかボイコレ銀玉ウイハースホームページにアクセスしてシリアルナンバーを入力するとカードに対応した音声を再生することができます。ボイス再生期間2014年、かなりあるよ。1月、1年はないけどね、来年か、来年の1月か。で、一番くじってすげえ気になるんだけど、なんかフィギュアがもらえるみたい、銀さんと金さんの。何これ、カード当たんないともらえないのかな、よくわかんないんだよね。でも1回500円で書いてあるんだよ、くじ。まあよくわかんないけど、まあ当たったらラッキーってことで。でもね、俺高杉欲しいんだよね。ここにいるけど、これじゃん、高杉。俺高杉超好きだから、高杉のカード欲しいなと思って、高杉狙いでいきましょう。よっしゃ、早速ね、いきましょう。いや、ウイハースってほんとうまいよね、俺超好きなんだけど、ほんとに。じゃん、お、これなんだろう。これはね、ストレートパーマに悪い奴はいない。金さんやたらかっこよくね、超かっけんだけど。金さん、ストレートパーマに悪い奴はいない、その通りだ。多分これなんだ、ストーリーカードってやつかな。これ裏こうなってる、裏見えるかな、よっと。裏はね、こんな感じ。ストレートパーマに悪い奴はいない。この金さん、これ銀さんの顔すげえな。これストーリーカードだと思う、多分。キャラクターでもないしね。うん、ほうほうほう、金さんか、いいね。キャラクターカードも欲しいけどな。これなんだろう、ボイスの楽しみ方とか書いてある。へえ、何の声聞けるんだろうね、聞いてみようかな。よっと、2枚目いきます。2枚目、じゃん、おお、なんだこれ。1位、3位、2位、5位、人気投票なんて燃えて灰になれ。ウケる、人気投票なんて燃えて灰になれ。やっぱ1位銀さんなんだね。2位総合、3位トッシー、まあこれはトッシーじゃないけど、3位ズラじゃない、カズラさんだね。裏なんだろうね、裏を見てみようか。これもストーリーカードかな。キャラクターカードが出なかったっていうこの奇跡。マジか、これストーリーカードだよね、全部多分。キャラカードが出なかったな、クソ。まあまた次回だな。ってことで、今回はね、このまず1枚目、ストレートパーマに悪いやつはいない、ストレートパーマに悪いやつはいないと、この人気投票なんて燃えて灰になれ、この2枚ゲットしました。まあ次回こそは高杉ゲットしましょう。まあ高杉もいると思うんで、ここに書いてあるからね。ということで、今回はこの2枚でした。またね、違うカードでお会いしましょう。ということで、バイバイ。